バルセロナ大学は、スペインカタルーニャ州バルセロナにある、公立大学。略称は UBE。75の学部プログラム、353の修士課程プログラム、96の博士課程プログラムを提供している。学生数は、約6万3000人。付属図書館は200万点以上を収蔵している。 ヨーロッパ最古産の中世大学に位置づけられ、スペインの頂点に君臨する大学である。大学が創設された15世紀中頃のアラゴン連合王国の半年1398年、アラゴン王マルティン一世から新しい大学を設立する許可をローマ教皇に求める道義がバルセロナの100人評議会に提出されたが、評議会は管轄区域への越権行為として、 同義を退りけた。そこで、マルティン一世は、王の体験を用いて、1401年に、バルセロナ大学の前身となる、医学校を設立し、モンペリエ大学と同じ特権を与えた。翌1402年には、リベラルアーツ分野からの教員を多数任命した。結果的に、バルセロナ大学は、アラゴン・カタルーニャ連合王国が、最大半島にあった1450年。 アラゴン王アルフォンソ5世によって医学校が100人評議会の承認を受ける形で正式に創立された。しかし、不安2世治世下での内戦や度重なる衝突によってバルセロナ大学の発展はフェルナンド2世の治世を待たなければならなかった。スペインハプスブルク朝時代の1536年には新校舎も建設され、 大学内部の激しい対立や財政難を乗り越えて、結出した大学教授たちによる数々の功績が打ち立てられた。しかし、スペイン継承戦争後の1714年、バルセロナ大学は、哲学部や法学部、教会法学部等のサルベラへの移転を命じられ、医学部や人文学部は過労死てバルセロナに残ったものの、事実上、 スペインブルボニアサによって閉鎖されることになった。この閉鎖は、半島戦争中の1837年まで続いた。1837年、サルベラに移転してサル、ベラ大学と命名されていた元々の大学組織がバルセロナに帰還する形をとって、イサベル2世の時代にバルセロナ大学が復活した。カルメル修道会の建物には、教会法学部、法学部、 進学部が入り、サンパウ病院に隣接する、王立医学アカデミーに医学部が入った。1952年には、ラスコル地区、パドラルベス地区の大学外科が開始され、1956年には、薬学部の建物が、1958年に、法学部の建物が、1961年に、経営学部の建物が、 1957年から1968年に経済学部の建物が完成した。今日のこの地区はパドラルベスキャンパスとして知られている。フランコ体制化末期までバルセロナ大学はカタルーニャ地方唯一の大学だったが、1968年にはカタルーニャ地方2番目の大学として公立のバルセロナ自治大学が設立され、1971年には 同じく公立のカタルーニャ工科大学が設立された。2006年には地理学、歴史学部と哲学部がパドラルベスキャンパスから中心市街地に移転した。2021年のユープ世界大学ランキングでは世界第60位とされ、スペインでは第1位だった。2020年の QS 世界大学ランキングでは世界第165位とされ、スペインでは第1位だった。 2021年の US News& World Report による大学ランキングでは世界第90位とされ、スペインでは第1位だった。2021年の世界大学学術ランキングでは世界第151から200位とされ、スペインでは第1位だった。2021年のザ世界大学ランキングでは世界第198位だった。 同じくスペインのマドリード・コンプルテンセ大学や、イタリアのボローニア大学、ローマラ・サピエンツァ大学等と並び、南王屈指の名門総合大学である。ヨーロッパ研究大学連盟、コインブラグループ、ヨーロッパ大学協会、地中海大学連合、国際研究型大学ネットワーク、ビベス大学ネットワークに加盟している。特に、ヨーロッパで最も優れた23大学のみが、 加盟しているヨーロッパ研究大学連盟の一員であることが特筆される。日本の大学とは、京都大学、北海道大学、名古屋大学、筑波大学、神戸大学、早稲田大学、法政大学、桃山学院大学と学術協定等を締結している。ありがとうございます。